世界の地質学上の領域図とは、一般的に構造地質学的に安定している、サキカンブリア時代の結晶質火星岩と高度変成岩が露出する広い地域を指す。縦上地を構成する岩石は5億7000万年以上前に形成され、時には20億から35億年前のものもある。サキカンブリア時代後の地殻変動の影響をほとんど受けず、 縦上地の円片やプレート境界で見られる地質活動と比べて、作り山運動、断層運動や他の構造運動が非常に少ない、比較的平らな地域である。シールドという英単語は、1901年にエドアルト・ジュースが出版した、ダス・アンドリッツ・デ・アエルデのシールドというドイツ語の単語を HBC、ソラスが英語に翻訳したものである。縦上地は、 先カンブリア時代の基盤岩が地表に広範囲に露出した大陸近くの一部で普通等なライト蘇生を示す加工岩や加工線力岩起源の変魔岩からなる広大な地域であり火山性堆積物や緑色岩の岩石体からなる堆積岩体に囲まれるこれらの岩石は緑色変岩核線岩とグラニュライトの変成章を示す縦上地は通常 大陸の中核を成し、カンブリア期の終局した岩石によって縁取られている。地質学的に安定していたため、多くは長い間の侵食作用により現在までに純平原となり、平坦化されている。しかし、一般に盾を伏せたように極めてなだらかな突面であることが多い。周辺には侵食堆積物で表面が覆われたプラットフォームが囲んでいる。 卓上地の下の縦上地は正確には結晶室、基板岩と呼ばれるが、水平に近い堆積層で覆われる。いずれにしても、大陸近くの安定陸海であるクラトンを構成する一部で、ある。そして縦上地の外側には、激しい構造運動、あるいはプレート運動を示す、ゾーンがある。これらの地域では、数億年前から続く一連の複雑な、増山運動が記録されている。 朝の洋一、縦上地校においては、縦上地と表記されている。その理由を、長野は、緩和辞典によれば、縦は、原平合戦で船べりに立てるなどした木製の板で、あり、縦は、ギリシャやローマの戦士が腕に通して、身を守るものでやや内側に湾曲しており、校舎の縦の方が、地形の表現としては適切であるからだとしている。 しかし、縦も縦も、漢字的には同じで、東洋、西洋の区別をつけない見方がある。Wikipedia 日本語版の検索結果では、縦上地より、縦上地の表記の方が多いため、本校目名は、縦上地と表記する。文部省編、学術用語周知理学編日本学術振興会、1981年、ISBN4 から818181552。 オンライン学術用語集、文部省編、学術用語集地学編日本学術振興会、1984年、ISBN4 から818184012、オンライン学術用語集、文部省編、学術用語集地震学編日本学術振興会、1974年。オンライン学術用語集、文部省編、学術用語集原子力工学編日本。 原子力学会1978年オンライン学術用語集。ありがとうございます。